はい、どうも、こんにちは。壁紙系 FPS をプレイしてきます。っていうのはね、冗談でね、まあなんか、この壁紙が例の壁紙なんですけどね、なんかずっとこの壁紙ぐらい続いてゲームできないみたいなね、ことで有名なワールドウォー3も修正パッチ入ってね、普通にプレイできるようになったんでね、3日目、発売日3日目にして早速購入していました。で、このゲームね、何がすごいかっていうと、このカスタムがすごいんだよね、この武器のカスタムがすごくて、まあ大体カスタムさ、グリップつけたり、なんかサイトとか、4倍とかつけたりすると思うんだけど、サブとかね。この銃ね、なんかストックとかも変えたり、なんかグリップ自体もそもそも変えたりできるらしいんでね。まあ、めっちゃ細かい、あと、なんつーの、前方のパーツ、なんつーんだこの、ライフルの前方のなんか、手で持つ部分、その辺とかもね、変えれるって、長さ、ロング、ショート、ミディアム全部変えれるってことでね。フロント、まあ、バレルではないか。まあそんな感じでね、早速この銃なんか M4 っぽいんでね、なんかライセンスの関係上かなんかわからないけど、なんか見慣れない名前が多いんでね、AK15 とか存在しない名前、まあ大体 AK っていう風な感じで見ています。で、早速ね、この M4 っぽい武器使って、まあ、リコイルがね、アサルトライフルが7種類あるのかな？その中で一番リコイルが低そうな武器を選んで早速カスタムしてます。ということで、まずグリップはこのままでいいかな。で、倍率スコープも刺して、弾もね、なんか AP 弾とかね、アーマーピアシングとか、フルメタルジャケットとかね、いろいろ選べるっぽいっすね。で、弾になんか、有利不利とか、なんか、肉体の部分、顔を打ったら一発とか、なんかそういう、優劣があるみたいな、あんまよく詳しくはわかんないん、ね、で、これからプレイしようと思います。で、ハンドガンもね、なんか、ま、多分これグロックかな？グロックっぽいのもある。でガジェット、なんか横からドローンみたいなやつ使ってきます。早速ね、デプロイして、マッチングもね、結構早くなったんだよね、これでも。ほら、もうマッチした。ディフェンダーとかでもいいか。で、さっきのね、M4 っぽいやつにして、早速デプロイ。おぉ。グラフィックはまあ、あれかな。なるほど、覗かないで撃つとこんなもんか。早速、戦車乗ってこうかな。でね、まあ、グラフィックはね、まあまあ、普通かな。うん、まあ、無料 FPS よりちょっといいかなぐらいかな。まあ、バトルフィールドとね、比べるのは良くないね。全然、ゲームできるレベルのグラフィックだと思います。で、まあ、現代戦できるね、最近の唯一の FPS なんでね、ちょっと貴重なんですけども。これしかないんだよね、こういう系の。ブラックスカットってまたちょっと違うしね。さあ、BF っぽい。BF4 だよね、まあ。で最近だと、コールオブデューティーも、バトルフィールドもね、第二次世界大戦もので、現代のね、武器使えないっちゃ、使えないんで。つか、このゲームも別になんか、AK15 とかも知らんし、現代の武器じゃないっぽいっちゃ、ないっぽいんだけど。あ、つか、上にいるじゃん。撃っちまえ。エネミーヒット99。はい。お、これ何？一発じゃ死なない？はい。倒した。これで二人倒したのかな？100。100って一人か？いないな。お、味方が撃ってくれましたね。そう、戦車ね、乗るの初めてなんだけど、もう操作方法がね、なんか、この撃つと動くぐらいしかわかんないんだけど、なんかあんのかな、他に。ちょっと陣地の中入ってみましょうか、戦車で。お、これで確保かな。まだね、買って数時間しか経ってないんでね、もうこの基本、まあ、つか、基本ルールはね、わかりやすいね、もうバトルフィールドと一緒かな。ただなんかそれ以外の、ここの拠点持ってたらなんか何か恩恵があるとかそういうのはよくわかんないです。おう、なんだちょっと一回出るか。こんな戦車乗ってんのに、動かないのも申し訳ない。お、なんか、撃たれたっぽい。いた！うわ、エネミーヒットに。はい。あ、ちょっと待って、これ、味方じゃね？あ、すまん。味方に思いっきり大砲をぶつけてしまった。めっちゃマイナスじゃん、今の。そうなんだよね。これ FF デフォルトでありだからすごくね、気をつけなきゃいけないんで、皆さんね、こういう今、戦車で味方を撃つのはやめましょう。
敵が見えないな。まあ、地面はね、やっぱ荒いよね。お、早速倒していく。上にいる。お、いてててて。ロケットランチャー撃ってきてるね。はい、撃っていく。当たらない。これちょっともうやばいか？ちょっとね、歩兵で撃とう。まあ、ちょっとね、初回なんでいいでしょう。もう本当はね、戦車降りちゃう。取られたりすんのかな、このゲームって。バトルフィールドとかでね、もう戦車乗ったらもう沈まで戦車に乗ってた方がいいんだけど、このゲームどうなのかな、取られんのかな。お、味方の戦車が、ここに2台も、バランス悪くねえか、大丈夫か。つかね、このね、当倍サイト、いいよね。なんだこれ。ほんと、操作方法が、あ、わかん、飛んだ。あ、なにこれ。何 ?A と D 押したら回転するのつかやられてるし。あ、やばい。戦車やばい。どうしよう。まだ白いのあそこにあるな。回収しないと。まずいかな。どこではこう。これは。おつか戦車消えたし。これ何乗ってなかったら消えんの？さあ、ちょっと直行しよう。自分の戦車の行方が気になる。まあ、またさっきのね、拠点戻って、確保しに行きたいですね。味方の戦車がいて、あ、ないな、確かに。俺の乗り物。まあ、いいや。さあ、早速、拠点に向かっていく。上か？おっと、あ、これ危ねえ、危ねえ、味方だ、危ねえ。挨拶代わりにね、軽く。弾で挨拶。もうなんだなんだなんだ。モーションが。お、で、キル。2キルしていく。この銃反動なくてすごい使いやすい。あ、やべ、また押しちゃったよ。これなんか押し、3押したらこれか。もう操作しにくいんだよね。A と D でなんか回転するんだけどさ、使いにくいんだよね。うわ、遅っ。もうちょっと、なんだこれ。押し続けどうなの。お、爆発した。しかも、何？なんか味方にヒットしてね、これ、数字。マジかよ。もう完全に戦犯じゃん、俺。ちょっと頑張るわ、その分。結構キルしたしね。あ、いた。ちょっと待って、あそこ。当倍で、狙っていく。このなんかね、このアタッチメントっていうか、サイトが2種類付けれるっていいね。で、なんかね、このホイールクリックしたらね、ちょっと今は変えないけど。いた。そうね、この辺で兵所戦闘が起きるんで、ちょっと当倍でやらせてもらいます。一人倒していく。どこだ？味方が。なんか撃たれてね。上？ああ、なんかこの、リーンの角度やばいんだけど。こんな角度になんないでしょ。もうちょっとなんか左に向けてほしいんだよな。曲げすぎ、こいつ。あ。でも45度リーンして、あ、痛い。うーわ、やられたし。でもなんか、キルって書いてるな。やってやられたか？C1 シーツ取ってるけど。あ、A1 取られてんのか。あ、マジ C1 からしか分けない？どうだ、ここ。このマップも、まだね、やってないから分かんないんだよね。こっち行きゃいいのか。お、スライディング。あれ、味方か。うわ、開けてんな、結構。どこ？見えねえよ。いた。やば、撃たれてる。ちょっと待って。どうすかな、これ。きついな。こういう時こそ、ドローンだよ。さあ、こいつで。ただなんかね、操作性が悪いんだよな、これ。なんか、まあ、こんなん見ちゃうとさ、な、CG みたいな操作方法、想像しちゃうんで、結構ね、違うんだよね。しかも、トロいなぁ。で、自爆すりゃいいのか、これ。
はい。お、28ダメ。あんまり食らってないな。これ、ほんと至近距離じゃないと。で、さっきのやつ倒していく。至近距離でやってないと、あれ、微妙だな。まあなんか敵、どこにいるか確認するようだろうね。で、なんか自爆するしかできないのかな。なんかスイッチ切って自分のキャラに戻りたい時とかもあるんだけど。え、どこどこどこ、グレネード投げて。さあ、右から。もうくぼんでる。ここに、あ、ここのとかも入れんのか。さあ、味方が A2 に向かってるんで。お、上から落ちてきた。上から行こうかな。あ、う、ええー、っそ。ここ何？たまたま見られてた。お腹だよね。どうしよう。B2？ ちょっとリスポン地点に降りて、乗り物があるんでね、これ使って A1 また見に行こうかな。これ、ちょっと待って、A1 じゃないな、こっちは。C だな、C の方行くか。C2 から攻めていこうか、C1 から攻めていこうか。結構マップはね、そこそこ広いよね。おっと？まあでも、あんまりなんか、まあ荒いっちゃ荒いけど、デスクチャも。ちなみにこれ設定は、テスクチャはウルトラで、あとは、ハイ設定かな？さあ C2 取っていく。あ、敵いるし。待って、今めっちゃ敵見えたんだけど。おっと、そっちか。危な。奥にもいたよね。奥にいた気がするが。この辺に隠れてればいいか。うん。あとそうだな、武器がね、多分まあまだこれから増えてくるんだと思うけど、サブマシンガンがね、ちょっと少ないな。なんか、よくわからんサブマシンガンしかなかった。かろうじてわかったのはシグの MPX はあったね。あとなんか MP7 とか、MP5 とかはね、なかったね。さっき見た限りだと。その辺をちょっと追加してほしい。お、何？いた？あっちか。いや、スナイパーが届かないかな。この銃じゃ。3倍スコープ使ってるけど。まあ割と中距離かな。こいつが戦えるのは。ってことで、拠点取るの優先で。いやでもなんか、あれだね。まあ、ホイールクリックで変えれるんで、スコープの、右側のちょっと、等倍の使うか、3倍使うのか、こんな感じで変えれるんでね。結構いいっすね。このブラックスクワットとか、なんか、マークスマンライフルって、右クリック2回押して変えたりとかするけど、あれ結構めんどくさいんだよな。さあ、回復して、掘ったんでね。あ、めっちゃ撃ってるでしょ。いる？あ、いた。お、当たった、当てた。お、アシスト。すげえ撃ってるな。ライトマシンガンか、あれ。さあ、C2 取ったところで、どこ行こうか。流れ的には C1 行こうと思うが、ちょっと固まった。どうしよう、なんか乗り物使うか、やっぱり。乗り物使って、さあ、どこへ行こう。なんかね、撃ってるやついるんだよ。ほら、あれ倒せないかな。はい。引いてく。引けない。あっちょ、死んだ。乗ってる最中に撃たれて死んだぞ。まあいいか。B2、あ、B2 と B1 が取られている。さあ、どうす、なんだこれ。お、なにこれ。
おお。なんか、キルストリークっぽいボタン押したらなんか出てきたんだけど。お、すげえこれ。見えんじゃん。どうしたらいいの？あ、いたいたいた。撃ったりできるよ、これ。撃てはしないね。これどうしたらいいの？なんか、さっき言ったやつどこ行った？あ、いたいたいた。こいつなんかぶっかればいいのかな？お、倒した！ウケる、これ。そういうやつね。自爆系ね。上空から突っ込んでって自爆するっていう、類のやつらしい。初めて使った。いや、どうしよう。B2 だよね。どう考えても。どっちから行こう。A 行く流れ？これ。いや、攻めづらいんだよね、ここ。ちょっと攻めづらいんだよな、A は。わ、なんだなんだなんだ。めっちゃ固まったんだけど。倒していく。あ、なんかいるな、こっちに。味方向かってってるってことは、なんか発見したか。もうなんか向かっ、めっちゃ向かってる。何、いるの？あ、音聞こえる。わ、撃たれたし。お、いいね。いい援護だね。任してくれ。いた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 。ちょ、待って。ん？見えないぞ。見えなくなったぞ。どこだ？全然見えなかった。見失った。まばたきしてる間に見失った。どうしようかな。これね、なんかミニマップがないから、一回一回ね、M を押してマップ開かなきゃ、どっかわかんなくてさ、リスポンした直後とか本当にどこにいるのかわかんないんだよね。さあ、部屋の中。あ、ついた、この上が激しい。上がめっちゃ激しい。ちょっと上行きたいな。どうやって上行ったかわかんないんだが。ちょっと上。お、なんで撃たれた？え？どこどこ？やっぱ上赤いんだよね。ちょっと上行こうぜ。上どうやって、あ、そこか。ここや。ここから上行って。お、なになに？見えなかったんだけど。さあ、入ってく。お、ちょっと後ろから。めっちゃあっち向いてるよ。さあ、奥走って。ん？大丈夫か？あ、出てきた。いいね。この銃めっちゃ使いやすい。おー、なになに、ちょっと固まったし、しかも。この銃おすすめなのかわかん、まあ、他の銃使ってないからわかんないんだけど、この G38 って使いやすいね。なんだ G38 って。あ、G36 はわかりやすかったね。まんまだから。他はなんかよくわからん名前しかないです。AK ぐらいしかわかんないです。さあ、また B2 を取りに行こうかな。まあ、打ち合いはそうだね。いてててて。うちの猫が攻めてきた。やばい。打ち合いはね、なんだろうな。BF っぽいのかな。どうだろうね。なんか、打ち合いの感覚は何に似てるかって言ったらちょっとわかんないな。もっとやられた。まあ、ブラックスクワットとはかなりかけ離れてるよね。まあ、BF っぽいっちゃ BF っぽいけど。あの、意外と敵がちょっと硬めかな。ちょっと硬い感じがするな。つってもこのゲームあれなんだよね。なんか重さの概念があって、鎧もね、3種類ぐらいあるんだよ。なんか、50%カットするだとか、80%だとか、100%、100%か。なんか、めちゃくちゃ3段階ぐらいあって、一番重い鎧つうか、なんつうの、ケプラーつうやないか。アーマーか。それを切ると、足遅くなるかね、かなり硬くなるんだよね。
まあ、そんなこんなでね、結構細かいんだよ。まあ、あと重さシステムがあって、まあ、ぶっちゃけこれ、メイン武器2つ持てるんだよ。スナイパーライフル持って、サブ武器に、この、なんつうの、M4 みたいなアサルトライフル持ったりとかもできるね。変化とかもなくて、単純にどの武器を自分に設定するかでかなり変わってくるかな。まあ、重火器持ちたいんだったら移動速度遅くなるし、みたいな。で、サブマシンガンと拳銃だけ持つんだったらめっちゃ速くなるし、足速いし、みたいな。そんな感じだね。アバターとかもね、なんか編集できるっぽいんで、今度編集してみようかなとは思います。そうだな、なんかちょっと微妙な点を挙げるとしたらね、なんかキャラのモーションが変なんだよな。動きがね、全体的になんかおかしいんだよ。見ててなんかわかるけど、なんか歩き方とかね、おかしいんだよね、なんか。ぴょんぴょんぴょんで、ほら。こんなやついないでしょ。なんだろう、なんか人形だね。なんかガンダムが歩ってるような感じだね。まあ、ガンダムついついか。なんか人形が歩ってるのはトイストーリーのなんか緑色のやついいんじゃん。なんかあいつとか戦ってるみたいな、そんな感じに見えるね。でもこれは多分ね、そのうち、治るとかって要素。モーションとかね、まあ、最適化とかもまだ多分進んでないと思うんで、ちょっと重いしね、今、FPS 80も出てないんじゃないかな。まあ、70前後してんで、なんで、まあ、ここに期待って感じですね。まあ、ルールもまだそんなにね、解禁されてないから。いや、しかもこれ坂に弱いな、このなんつうの、このドローン。このくぼみとかにも弱いし。おぉ、埋まった。このなんかちょっとした登り坂も登れないんだよね、このドローン。なになになに。さあ、いたぞ。あいつの目の前で爆破させてやる。さあ来い。いや、これね、ブルーシートでちょっと止まるなや。さあ来い。当たってないな。壊されたっぽい。さあ、進んでいこう。いた。あ、マジか、負けた。ちょっと全然違う方向から撃たれたっぽいんだけど。さあ、そんなこんなで結構ね、取られてますね。まあ、ポイント的にはこっちがちょっと有利なんで。しかも、あと11分しかない。この結構ね、長いんだよね。なんかちょっとね、テンポがね、悪いから、もうちょっとなんかリスポーン早くして。全然なんかチケットも溜まってないでしょ。俺しかも、絶対時間制限内に終わんないでしょ。こっちの方が勝ってて1186って書いてある。メーター5分の1も溜まってないしね。まあなんかバトルフィールドとかでもそうだけどね、1試合が30分ってのはきついんだよね、体力的に。集中力的にもね。だから大体ね、10分、15分で終わるようなもう、まあ、ドミネーションとか。BF、うおぉ、びっくりした。え、まに負けんの今の。BF とかもね、ドミネーションとかメインにやってたんだけど、この、WW3 もね、そういう、ワーゾーンだっけ？ちょっとちっちゃめなね、ルールで。ルール解禁されたらそっちメインにやっていこうかな、とは思います。まあでも、現代戦の FPS、嬉しいね。ずっとね、やっぱ現代戦が好きなんだよね。なんかまあ、武器とかもね、割と CG っぽい感じの武器とか、好きなんでね。なんか、CG とかブラックスクワットとかね、これみたいな。BF4 とかね、あの辺の世界観が好きなんでね。まあ言うても BF5 買うけど、これもね、ちょっと続けてプレイしていきたいなぁとは、思ってます。なんだここは。あ、なんか結構ま、現代戦のね、マップがいい。こういうね。ね、割と、まあ、最近なのかも知らんけどさ、この国とか行ったことないから。あれ大丈夫なのか、あの戦車。あの戦車なんか傾いてるけども、終わったんじゃないな、あの戦車。ほら、あ、なんか人出てきた。人出てきたぜ。ほら、はい、ヘッドショットしていく。かわいそすぎる、あの人。これハマった、完全にハマってっしょ、タイヤ。さあ、こんなんだから、ね、MAR ってとこに入ってきます。さあ、MAR、いた！今度目の前にできるし。さあ、C1、占拠していきます。上にいた方がいいかな。
これはね、ゲージがたまらないのはなんで？おお、目の前にいる。めっちゃ、あ、溜まった溜まった。あ、倒したら溜まるシステムね。まあ、そりゃそうだよね。でもなんかあれだね。敵がいるっていうアイコンとかがないから、ちょっとわかりにくかったけど。溜まんなかったらいるってことね。さあ、C 版を単独占拠しているが。溜まりがね、ちょっと遅いんだよね。ほら、めっちゃゆっくり、もう1ミリ、1ドットずつ溜まっていくでしょ。もうちょっとなんか早くしてもいい気がするんだけど。もうやっと4分の1だよ。暇なんだよね。しかもこの時間って。ちゃっちゃとなんか占拠して、次の拠点行きたいんだけど、これ。若干な、これが、だるいっすね。なんかもう、全然、こんなんだったらさ、取られてからゆっくりね、来ても全然間に合っちゃうわけで。あ、いるね、あそこ。全然間に合っちゃうでしょ。はい、倒していく。さあ、砲弾に来た？すでに敵がやってきたか。音を聞く。どこだ？あ、メーター止まっちゃったね。あ、なんか音近い。浮いたー。うわ、負けるんかい、これ。結構準備してたんだけどな。ヘッドショットしなきゃダメ？まあいいか。じゃあ C2 から湧いて、拠点をね、取り戻しに行きましょう。MAR どこだ？ん？お、なになに？今敵が、出ては消え、出ては消え。あー、どうした？あそこあんま関係ないな。C2 だったら、直で行った方が早いか。さあ、敵が一人いるの分かってるんで、警戒しつつ、中に入っていく。味方？あ、これ味方や。お、溜まったってことは、もういいか、ここ。ちょっと待って。いる。どこ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 。わからん。あそこか。あそこちょっと遠いな。遠くてきついかな。どうしよう。どうしたらいいんだろう。あ、奥にいる。倒すか。ちょ、シーツをね、守りに行きましょう。いや、あれ無理だろ。どうしよう。きついな。さあ、ドローン使って様子を見に。いやー、つか、坂ん時遅いんだよな。え、なにこれ登れなくね？登れないんだけど、この坂。あ、しょぼいわ。ジャンプとかできないのこれ、もう。ダメだ、もう俺。終わってるわ。どこどこどこ？敵今いなかった？まあ、何？めっちゃ固まった。しかも目の前通っていったし。ああ、やられちゃった。これね、撃たれたとこ表示されるんだよね。やっぱりあれかな、ちょっとテンポを速くしてほしいかな、ゲームスピードと。あ、ごめん、撃っちゃった。もうなんかめっちゃ、なんか髪の毛ギザギザのやつが俺の行く手を阻む。なんか、リスポーンの時間も早くしてほしいし、拠点制圧するのも早くしてほしい。そもそも時間制限早くしてほしい。チケットたまんのも早くしてほしい。全部早くしてほしいっす。トロイ。どうしようかな。なんかいそうな気するけど。なんであんなに、あそこか。あ、もう見えねえな。あんなとこにいたの。つうか、なんかこういうゲームで狙える人ってさ、狙える人つかさ、策的、ね、できる人すごいよね。全然わかんないんだよね、この、あんな遠いと。なんか割と近距離がね、好きなんだけど、遠距離だとね、もう探せないね。自分より先に探されて、撃たれるみたいなことが多いんでね、なるべく遠距離やらない。おっと、危ねえ。びっくりした。なんか、結構みんなね、まだ撃ち合い慣れてないから。あ、アシスト？撃ち合い慣れてない人多いから助かるわ。いないか。つかない。さっきのやつ倒したのかな？いまいちよくわかんなかった。ちょっと行ってみよう。
さあ、残り4分切って、どうなるか。まあ、これ勝てそうな感じはするよね。なんかね、ちょっとね、このチケットの溜まり方がいまいちよくわかんないね。システム的にはね、なんか多分拠点多く取ってるから溜まるってのはなんとなくわかるんだけど、目の前敵倒していく。奥にいるね。ちょっと下がるか。はい。うわ、ちょっと。うわ、カバー入ったか。二人やってやられる敵だね。さっきはそんな感じ繰り返してますね。さあ、下降りようか。お、これ敵じゃね？お、めっちゃ敵やん、これ。いや、なんかもう、いつ、倒しきれたのかあんまりよくわかんなかったんだけど。なんかやっぱちょっと敵が、硬い感じはするな。これあれなのかな？ヘッドショット、しに行った方がいいのか。なんか同打ちでも良さそうな感じだね、これ。なんか攻めてきそうな感じするからこの辺にいようかな。お、いいとこに回復が。お、建物のグラフィックはまあまあいいね。なんだ、左側の音がうるさいけど。こっち行ってみたり？最初来たとこじゃん。いいのかな？まあ、あとね、なんか先からわかると思うけど、若干なんか、ラグっていうかね、画面が飛ぶんだよな。そこがちょっと微妙だな。おお、何それ。何すか今の。アーティラリーって。戦車もしかして。戦車の直撃食らった？まあなんかいろいろと、これからな感じのゲームですね。はい、倒してくる。まあでもなんか、そうだな。改善されれば、すごくいいゲームになると思うんでね。これ期待して、待ってようかな。まあ、プレイはするだろうけど。どうしよう。敵いるか？いた。うん、右から攻める。さあ、固まんのなんとかあんねえかな、俺。いて。一応倒してはいるけど。やっぱまだなんか、飛びますね、画面が。さあ、そんな感じでもう残り時間少ないんでね、特にやることもないんだけど。うわ、何これ。この状態でもう戦車の攻撃食らいまくってでしょ。はい、そんな感じでね、ユーウィンと出てきました。今回勝ちましたね。まあ、これがそもそも何モードかわかんないんだけど、ワールドウォー3プレイしてみました。まあ、感想はね、さっき言った通り、なんかまだまだこれからかなっていう感じで。もう現時点でね、そうだなぁ。まあ面白いっちゃ面白いんだけど、もうちょっとね、いろいろ改善されてから本腰入れてプレイしていこうかなとは思います。そんな感じですね。まあ現代戦の FPS ね、今ないんでね、もうなんかそれやりたいって言ったらこれ買うしかないんで、もういいと思いますよ、買っても。ということでね、プレイしてみました。以上です。また次の動画でお会いしましょう。